야, 그냥 살 것 같다. 한 배가 다 된다는 것 같다. 의장했자? 웃어. バンドマンは今日初めて会ったんです。今日初めてやって、1回リハーサルやったんですけども、乳酸が溜まっちゃって、2回目だったんで、で、一応約束事があって、彼らの歌僕知らなかったんで、彼らというか、彼らも本当はバンドじゃないんですよね。一人一人別で活動してて、 でみんなが集まってっていう4本の矢がありじゃないですか、4本のあれ3本か、あれ4本バージョンしたやつですけどね。そうなんです。でまあ約束事があって、まあ猫歌ってる間絶対触れませんって<笑>もちろん絶対触れないですし邪魔しませんっつって<笑>全員に触ってしまいました<笑>それはねまた追ってる連絡しちゃいますけど、2部もありますから。 2部は絶対触りませんから、大丈夫ですか。そうすると罰で叩かれるっていうね。あれ結構脇なんだね。なんだ俺、ストロー系かと思った。言ってけな。本当に皆さん、長時間、長時間か。長時間ありがとうございました。ふんだんに F 横さんの音とかね、もうほぼ手伝ってもらっちゃってね、本当ありがとうございます。本当に神奈川出身横浜大好きです。で初めて言いますけども、非常口の方に物販があるので<笑>もしお買い求めの際はこちらの方で先ほど出演してくれた方もちらほらいますので<笑>まあ話しかけてください。そちらから先ほどやりました稲田ですけどって<笑>言ってください。 じゃあ、気をつけてください。このあと急にさっき見たんですけど、なんか外が曇ってましたよね。ね、曇ってたけど、なんか急にこの時期でなんか雹みたいな、雷雨みたいなことがあるみたいなね、ことをさっきね、うっそ、ビーレッツ。皆さん本当にどうもありがとうございました。 내가 시작할게.